13番137ヤードパー3。はい。ということで、また我流道さんから引き続き、うん、3本目ラストですね。ヤスゴルさんでは。そうですね。うん、僕のでは最後で、はい、ここから3ホールヤスゴルで、最後の上がり3ホールがまた我流道さんでっていう感じで、はい。ということで、我流道さんね、お願いします。はい。パー3からです。135。やっべ、ちょい右。あ、お。バンカー方向かと思われたんですが、手前のマウンドのキックで花道に。ちょっと届かないクラブ打ったんですよ。はい。なんか奥屋だったんで。あ、そういうことなんです。で、だからたまたまでミスショットで、なるほど、届くクラブだったらバンカー入ってますね。バンカーの手前花道ですね。うん、ピン近そうだからなんかちょっと難しいですね。うん、さあヤス君が何番ですか。9番です。9番で、はい、まあ、135なんで、うん、僕がこう気持ちよく打つと大体それぐらいなんで、うん、なるほど、はい、確かに左右のバンカーちょっと嫌ですね。うん、やーおと、うん、まああることある、うん、ちょっと左だったか、ちょっとややヤスティンガー、ややスティンガーですね、これは。はいはい、まあ OK でしょ。 OK、 はい、これは8番で、8番で、はい、軽くで、うん、多分トップして右に飛び出して、うん、ドローで、うん、ちょうどいいっす、うん、なるほど。先っぽ当たるんだよね。はい、うん、うん、持ってきて、ゴー、動かない、ちょっと噛んだか。そうですね。ご覧いただきます、ね。え、何？ちょっとじゃないですね。あ、うん、これはすごいですね。10センチぐらい抱くってるんで、ね、現場すごい。これマークさんに怒られますよ、これ。これマークさんに怒られるんで。はい、こんな感じで。こんな感じでした。はい、ベガガリュード。まあまあ狙い通りって感じですね。そうですね。はい。あ逆目のちょっとね、奥からのアプローチかな。まあこれは、うん、乗れば OK、うん、もう乗れば OK、うん、あわよくばはそれぐらいのに、うん、OK、 うん、乗った OK、 OK、 うん、 OK、 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 ここでね、うん、割り切って考えることが大事ですよね、うん、30ヤードちょいぐらいですか。そうですね。どこかで、どこかでブーさんが手首がおかしくなっちゃったんで、ちょっとね、影響のない程度にやっていただきたい。手首はいいんですけどね、はあ、はあ、乳首もおかしくなっちゃって。乳首はもともとおかしいんだ。乳首はもともとおかしい。乳首結構強いですね。あ、そうなんだ。確かに。今のなし。じゃあ鋼の乳首のブーさんから。はい、うまい。うまい。お。完璧。すごい。うん。いや、ここちょっと縛ったんで。ああ確かに。いやでもグッショですよ本当。上手。そこ芝なくないですか、うん、いや芝ないし、この近さやですね。俺のとこの方が気が楽、うん、ここでじゃあ頑張ります。はい、よし、S で、 S、 うまい、止まる、止まる、入る、入る、うわー、ちょっと行ったか、ピン効かなかったな。いや、こっからはね、なかなか、いやでも、ね、ナイスオンですよ。ちょっと強かったか。ちょっと強かったっすね今のは。いやマジ俺変わってあげたいですこれ。まだまだ6ホールあるんで、ね、いやそうですね、アウさんはバーディーも出る可能性あるんで。バッグ打たないでしょ。そうっすね、パーパットで。ウィス、パットの調子が上がってきてま
うん。行け、もっと行け。いやそのマウンドが結構効いてたな。こっから伸びるぐらいな感じだと思ったんですけど、いやでもそろそろね、合わせていかないとダメだね。あ、行っちゃう、いやー行っちゃうか、やべえ。これは厳しい。一番やっちゃいけないやつですね。あうさん、今のはあれですよ、あうさんに怒られるやつですよ。フーパッドでいいと思いながらも、はい、入れに行っちゃったんですね。これ決めればいいんで、はい、そこその強気で入れるの。いやライン分かってんで。はい、まあ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 。いや、うん、そうですけど。9割のアマチュアゴルファー絶対ショートすんで。はい。そこを強気で。ライン分かってるんでつって。うん、これね、でも9割のアマチュアゴルファーこれ。うん。いや、いっちゃいそうな気するけど。この下りは。壁の。早いんだよな、ここ。うん。これか、こっちか。こっち、うん。9割の。うん。9割のあれは。うん、ナイス。ナイス。うん。返しがいいな。返しがいいね、やっぱ。ダボ。ダボ。ダボ。はい。うまい。うん、10割のアマチュアゴルファーがフックするんですよ、うん、またうん、まあ、するでしょうね。そんなわけないですか。え、これで10割のアマチュアゴルファーが、うん、で、ブーさんはフックさせる。うん、みんな見よう、このフックのラインを。ナイス。うん、やっぱり10割っすね。ナイス。おっ、パーだ。ナイスパー。ここにパー取るとは。14番467ヤードのパー5。いや、ちょっとトリッキーだな。そうですね。完全に行くなら刻んだ方がいいんだろうけど、さすがにね。俺はもうこれが一番の刻んだ。ちょっと打ち上げ、うん、続ける感じの、うん、スネーク、うん、スネークですね。ナイス。いい、大丈夫っしょ。これはね、うん、よいしょ。さらに前に進んだんじゃないかな、うん、ナイスです。ナイス。これ左サイド過ぎてもちょっと安もんね、次。うん、そう、うん、3-4 もちょっとね厳しくなるぐらいですもんね。イボエとか狙わないといけなくなるから、うん、ナイス。よかった、当分ゴルフ入ってなくて。結構痛いですか。結構痛い。マジですか。あとはもうニューカレドニアで、ニューカレドニアで癒して帰ってくるね、うん、編集するだけですよね。うん、ずっと編集ですもんね、ニューカレドニアで。だからつうか、あんた勘弁してくださいよ。遊ばしてよ、海で。何泊するんですか。6泊っすね。6泊8日。うん、6泊雨だといけるな、アウさん、本当に。お願いします。じゃあ、うん、すす行きたい。ドライバーが暴れてきてるんでね、うん、あー左か、ーこっち、こっちだか、これは行っちゃったかな、うん、今のはちょっと連絡ありましたね、ありました、カサカサって言いましたね、ちょっとうーって言いました、うん、うーってやっぱ
まあ俺らはプレーで見せるあれじゃないんで、はい、はい、いやいいスコア出そうと思ってやってないんですよ、ね、いや本当に、あ、そうなんですね。いいスコア出そうと思ってやったら結構スコアじゃない、確かに、うん、確かに285ってことなんで、まあしかもねちょっと打ち上げるんで、うん、まだまあ300ヤード近くあると思うんで、4番アイアン型ユーティリティで OK です。まあ3打目ねちゃんと狙えるところまで、確かにいけたらと。どうなってる？一応打っといた方がいいかもしれないですね。よし、ちょっとね。暫定。暫定。というかまあおそらくこれでいくことになるので。いやー完璧。これは完璧よ。うん、これ。これ出だしの角度でいったらもうほんと数度の、ね、いやそうそうそうなんだよね、ゴルフってそれが、そう長い距離ほんと勘弁してほしいね、その数度何度か違っただけでさそうなんですよ。7で刻みます。はい、残りまだ200、340って感じですかね。うん、ナイス繋いで合うさん、230。はい、フォローなんで一応狙ってみます。そうですね、一番得意な距離ですね、ブーさんの一番得意な距離なんで、はい、頑張ってみます。はい、乳首が痛いな。はい、乳首はね、あれなんですけど、乳首は問題ないんだけど、はい、はい、ぐらいがいいかな。お、マジ優勝だけど行くんじゃないですか。下手したらこれ乗ってんじゃないですか。ここがグリーンだったらめちゃくちゃいいショットだった。めちゃくちゃいいショット。え、乗ったかもしれない、うん、ワンチャン、ワンチャン。いや、このホール乗ってたら結構すごいっすよ。グッショでした。よし、はい、ピンまで94ヤードぐらいなんで OK です。52度で52、まあ、前音の一発目はありませんでした、ね、そうっすね。ちょっと左が、まあ左のちょい奥ですね、うん、ちょっとちょっとなんか左のミスが流れが来ちゃってます、うん、それね、治んないんだよね、ラウンド中本当にきついんだよな。同じく93ぐらい、93 S で、 S でいい。まあでもナイスオンですね。ちょっと薄かったけど、思ったよりでも飛びましたよね、うん、なんかナイスショットしたらしいですね。ブサーのセカンドナイスショットをしたっぽかったんですよ、うん、乗ってます。トゥーオンしてます。パー5でなぜかこんな、うん、こんな日になんかトゥーオン。俺も狙えばよかったな。いや、あそこからはきついっすね、うん、乗っちゃったんで。イーグルパット？イーグルパットっすね。ヤスゴル TV 初のイーグルパット。はい、なかなかほんといいとこ乗せたな。あざっす。あれがブーさんのイーグルパットっすね。ブーさん、ツーオンしてました。うまい。これは、いやー、いかないか。うん、ナイス。で、決めたらマジで、ブーさんの動画に撮る中が確かに。いや、難しいな。難しいですね。8割のゴルフは絶対ショートするんだ。うおー、これはナイスパー。
いや、いい。どうぞ、OK です。8割には入りますよね。そうですね。結構打ったんですけどね、やっぱり相当登ってましたね。はい、僕も。見ますか。うん、でも持ってかれると思います。うん。弱くなったら絶対。ただ、登ってるんで。あ、でもまあ。まあ、確実にバーディー行きたいですね。いや、もうイーグルか、ボギーか。ボギーまで行く。そっから 4だ。もうイーグルかボギーか。うん。1だか4だか。いや、本当。だってもう俺スコアどうでもいいんで、今日は。うん、うん、よく打った。これでも弱いんだ。うん、あ、でもまあいいじゃないですか。めちゃめちゃ嫌なバーディーパット残したね。やっちゃいます。もうイーグルじゃなかった時点でどうでもいいんだけど、うん、バーディーかボギーか。ナイスバーディ ー, バ ー, ディー。これはナイスバーディーだ。ナイスバーディーだけどわ、うん、もうちょっとなんか入れとかっていうので外れたかった、ちょっとかすりたかった。そうですね、うん、これ9ダメです。 9? 前4 OB してる。あ、そっか。でもね、これね、あれですね、1割のゴルファーが入る、うん、はい、うん、そんな入るかな。1割、OK です。やば、10です、10。プロ6ですか。プロ5です。15番322ヤードパー4。ラストのホールになりました。そうですね、このコラボの回で。いや、お願いします。はい、お願いします。はい、グッショ。あのポットは超えるでしょう。はい、お、なんか変なキックしたな。そうそう、あの木に当たりましたね、ちょっとね。うん、でもまあまあ、うん、全然狙える。あのね、あの変なやつの、うん、まげたピンの方向、ちょっとちょい右ぐらいです、うん、よいしょ、よいしょ、ちょい右だけど多分一番いいところだと思う、うん、よし、一緒ね。ドライバーいいっすよね、ほんと今日は。うん、本当にね、うん、最後ぐらいはちゃんと、うん、ちょっとここ帯続いてるんでね。そうですね、うん、もうど真ん中で、ど真ん中で、うん、よいしょ、すげえ。うん、いい球打つな。気持ちいい。あ、うわ、すげえ飛んでる。すごい。いや、今の、うん、いいの出ました。すごい、はい、うん、やっぱね、引っ掛けるとき、うん、本当にただ左に振ってるんですよね。うん、本当右に振るって思ってやったら、うん、ちょうどまっすぐみたいな。いや、あの飛ぶ人の弾道だよね。いや、飛ぶ人の弾道。あきくんとかもああいう感じの。そうそうそう。うん、あの、まあ、キャリーボールだよね、だから。うん、そうですね、高く。うん、キャリーで結構もういっちゃう。だから本当にあんまり弾は逆に出ないですね。すごい打ち下ろしとかだとバーッとなりますけど。ね、あ、でもそんなもんですかね。ピン手前なのかな。まあ、左下がりなんで。はい。ピンで軽くで。はい。あっ、シャンク、あ、でも残ってますね。ライが悪い時出るな。ここまでいい感じできたのに。うちのワンペのゾーンに行ってしまってましたね。ハザード扱いなんですね、こっちは。はい、ということで、視聴者さんが見てくれる。そう、前の組がね、視聴者さんということで。
狙い通り。あ、ちょい短かったっすね。もしかしたらバンカー。バンカー入ってます？あ、いいっすよ、いいっすよ。バンカー。残り70ヤードですね。はい。グッショでした。グッショ。はい。すごい。60度で。60度で。うん、難しいと思う。うん、ちょっと右か。うん、あれなんか落ちたか、うん、いやいや、バンカーかもしれない。うん、ちょっと行ってみよう。はい、うん、ちょっとね、ウェッジ、特にロフトが寝たやつ、うん、結構こう、右にこう、あ、すぽ抜ける抜けちゃう時があるんですよね、うん、練習っすねいや、一番難しいんだ、あの距離が、ね、そうですね、うん、まだ100一応やった方が、うん、ベアグラ中のベアグラ。いや、すごいな。こんな球浮かせらんないよね。これはきついっすね。バンカーに入っちゃうだろうなみたいな。はい、これはきついっすね。いや、うまい。まあ、これはしょうがないっす。いや、止まりました。ナイスオン。いや、これうまいっすよ。めっちゃうまい。はい、大丈夫です。はい、アウト。バンカー入ってました。そうですね、ちょい奥。あ、こぼれたかも。ふうさん、何ダメですかこれ。4ダメ。まあまあまあ、あうさんが激ムズパットです。これは無理だな。なんとかね、うん、良さそう。ナイスタッチですね。左下か。そうですね、最後の山が、うん、グッショからの2オン、うん、もうちょいね、寄せたかったですけど、まあ残ってたんで、これ入れてバーディーです。そうですね。あれ、あるあるある。うわぁ、切れないか。うん、ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。ナイス。ほんとこういうとこ、もう今日思い知りました。ダボダボで、ね、いや、でもですよ。いや、うん、すごい。ナイス。おいい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後の、うん、そう、うん、ということで、最ね、次最後ですね。ガリュードさんで、ホールは、はい、ガリュードの方で、うん、まあ最後に何か飛び出すかもしれないです。俺がね、なんか出るかもしれない、ね。なんか暴れちゃうかもしれない、ね、うんうん。じゃあ皆さん、うん、ぜひ見てください。こうご期待。明日ね、はい、お願いします。ありがとうございます。バイバイ。楽しかった。